AVN キャッシャーズムクラリティーだよ。オニアが作ったマッドって何？オニアマッド制作者だったの？オニアって昔は知らないけど。知らない知らない。え？リゼロの？え、何で出てくるそれ？ニコニコで出てくるの？シャムさんのマッド作ってた？シャムさんのマッド作ってた？え、オニアの YouTube にあるのそれが？ニコニコで？これ？忙しい、あ、O228。これか。へぇー。ちょっと見てみますわ。貼り付けて移動。O228、投稿動画。全部非公開になってるんだけど。全部非公開になってる。ニコニコの方は全部非公開になってるわ。マッド大手だったんだ。へぇー。今全部非公開になってる。動画シリーズ。これ？これオニアが作ったの？ピーチさんでーす。今日は私バレてんじゃん、オニアだったんかい。これ鬼山のほぼプロジェクト部。全部シャムさんじゃん。すごいなぁ。本当になんかいいなぁ。ガチガチだな、これ。しかも結構、再生数いいぞ。アベレージで15万再生くらい撮ってる。大手じゃん。ニコニコで10万再生超えすごいからね。プロフィールってどこ？プロフィールどこ？すごいな。職人だわ。いや、ニコニコで20万再生とか言ってたらもうとんでもないよ。すげえ、マジで。マイリス見てみて。TWHS? つ、わ、は、す？なんだこれ。なんか、俺らへのメッセージが。メッセージを感じるな。匂わせ？これなんか見せていいものなのかもわかんなくなってきた。怖いわ、なんか。やばいわ、これ見せていいものなのかわかんない、もう。怖いわ、なんか。ちゃんとプレミアム会員だ、でも、しかも。すげえ。なるほどなぁ。いや、でも、プロフィールが出てこないわ。O228 の。まだプレミア立ってた。まあ、俺も、書くよ、俺もそういうことはやってたからな。まあ、同じジャンルにはいたからな。だからやっぱ惹かれ合うんだろうな、多分。言うて俺も、そこにはいたからな。やっぱそういう、もう同族なんだろうな。まあ、汚点とは思ってないけど、俺も。だって、でも、
すごいよな。でもね、結構いるよ。あの、その界隈にいて、あの、楽曲アレンジしてたけど、今有名なボカロアーティストになってるとか、あの、みんな過去を隠しながらやってる。あの、俺がガーシーになったらそれ全部出せるよ。うん。あの、昔そういうとこでマットとか音楽とかアレンジしてたけど、今まさか、あの楽曲のアレンジし、あの楽曲を作ってる人とかみたいな。うん。すごいよな。うん。多分、いろいろ俺は知ってる。うん。